久松文奈さんは1990年に活動を始めた女性歌手です。1992年に天使の休息で大ヒットを飛ばし、1998年に渡英して活動していました。そして2023年現在は再び日本で女性ロック歌手として活動しています。今回は久松さんの現在の様子や若い頃の可愛い動画もご紹介します。久松文奈のプロフィール、出生名、久松文奈、生年月日、1971年3月6日。出身地、愛知県名古屋市。最終学歴、名古屋短期大学附属高等学校、現、大岡学園高等学校。職業、歌手、所属レーベル、クラッシュホーム、目次、久松文奈は現在、2023、結婚した夫と生活。歌手としても活動中、高齢出産するも超安産、大ヒットを飛ばした若い頃は可愛いと人気。久松文奈は現在、2023、結婚した夫と生活。歌手としても活動中、19歳に音楽活動を開始し、アイドル的な人気を得ながらも本格的にロックを勉強するために渡英した久松文奈さん。イギリスでもバンドを組んで活動していました。天使の休息で大ヒットを飛ばして以来、あまり見かけなくなったと思われている方も多いことでしょう。久松文奈さんはイギリスから帰国後、日本で活動を再開しソロとして、またたバンドのメンバーとして活動していました。そして2023年現在は、ライブを中心とした音楽活動を積極的に行っています。ひたすら音楽活動に邁進してきた彼女ですが、今も変わらず女性ロック歌手としてマイペースの音楽活動を楽しんでおられます。久松さんとスタッフが発信する SNS を見ると、活動の充実ぶりがわかります。イギリスで活動していたこともあり、以前ファンであった方も現在の彼女はどうしているのかと心配しておられた方も多いかもしれません。最新の様子やライブの予定などは、積極的に SNS などでアップされています。SNS での情報発信は、ファンにとっても嬉しいことですし、新しいファンを増やす役割も担っています。久松文奈さんの最新の活動状況を知りたい方は、SNS を見つけてみるといいでしょう。そんな彼女の結婚事情ですが、2023年現在、2015年に結婚した夫と2016年に生まれた娘がいます。ずっと音楽活動で多忙な日々を送っていましたので、結婚したのは44歳でした。少し遅めの結婚と言えるでしょう。久松さんは、2015年10月に結婚したことを発表すると同時に妊娠も発表されました。気になるお相手ですが、夫はかねてから交際していた男性ということで、お名前など詳しいことは発表されておりません。どうやら一般人の方のようですが、夫になった方はずっとそばで彼女を見守ってきた方なので、気心も知れていたと思われます。久松文奈さんは、夫という強い味方を得て、これからもお互いを支え合いながら音楽活動を続けていってくれるのでしょう。高齢出産するも超安産。2015年10月に結婚を発表した久松文奈さんですが、同時に妊娠していたことも発表されていました。結婚発表の翌年、2016年1月25日に元気な女の子を出産されました。当時44歳の高齢出産にもかかわらず、超安産だということでした。高齢出産でしかも初産ということで、いろいろなリスクはあったでしょうが、妊娠を発表した後にもライブを行っていたというパワフルな久松文奈さん。そんなリスクや心配はどこへやら、高齢出産にもかかわらず出産には2時間しかかからなかったということです。力強い歌声と同様、きっとものすごくパワフルな女性なのでしょう。加えて SNS などへの励ましの言葉も大きな力となったようで、超安産へと導かれることになったのでしょうね。出産後に SNS で無事に女の子が生まれたことを報告した久松文奈さん。
母となった嬉しさが溢れる報告文が綴られていました。ファンから SNS に寄せられたお祝いや激励のコメントが、出産後もパワフルに活動を続ける彼女の大きな力になったことでしょう。久松さん自身も高齢出産を吹き飛ばすような超安産のことを、スーパー安産、であったと言っています。44歳での出産は世間では高齢出産に当たりますが、芸能界では高齢出産の方たちが多い傾向があります。音楽関係ではノッコさん、元アイドル歌手で現演歌歌手の永山陽子さんがそれぞれ42歳で出産されています。作家の林真理子さんも久松文奈さんと同じ44歳で出産されています。かつては35歳を過ぎたら高齢出産と言われ、リスクが高いので要注意とされていましたが、平均寿命が伸びたこともあり、40代での出産も珍しくなくなりました。高齢出産された有名人の方も、現在も元気に活躍されている方が多く、今の40代は心身ともに充実してパワフルな人が多いです。久松文奈さんも、高齢出産で誕生した娘さんの存在が力となり、癒しとなっていくことでしょう。まさに母は強しです。大ヒットを飛ばした若い頃は可愛いと人気。現在の久松文奈さんは、パワフルでかっこいい女性ロッカーという印象ですが、若い頃はキュートで可愛い歌手でした。デビュー前にも名古屋でモデルをしていたことがあるということですので、若い頃は容姿も際立って可愛かったのでしょう。1990年にデビューして、1992年にリリースされた天使の休息は大ヒットし、可愛いルックスとパワフルな歌声で、久松さんの名前は多くの人たちに知られていくことになりました。こちらの動画は、天使の休息の1年前にリリースされた、For My Friends です。アイドル歌手のミュージックビデオのようですが、可愛い容姿にパワフルな歌声でとても魅力的です。人気歌手となった久松文奈さんは、音楽活動だけでなくドラマ出演などの活動も行っていました。しかし人気絶頂の中、ドラマ出演を降りて単身イギリスへ渡り、バンドを結成して音楽活動を開始。イギリスでの音楽活動を経て、可愛さを脱ぎ捨てパワフルなかっこいい女性ロック歌手となって日本に戻ってきました。若い頃の可愛いルックスから大人の魅力あふれる女性ロック歌手へと変身していった久松文奈さん。年齢を経ていくたびに、これからも進化し続けてファンの方たちを楽しませてくれることでしょう。日本では、結婚していて子供もいて、バリバリ活躍している50代以上の女性ロック歌手は多いとは言えません。だからこそ、彼女には女性ロッカーとして長く活動していってほしいと希望するファンは多いと思われます。久松文奈さんには、若い頃からのキャリアや経験を活かして、長く活躍していってもらいたいです。